グリーンピア南紀は、和歌山県那智勝浦町、大寺町に、かつて所在した、グリーンピアの施設である。グリーンピア、南紀号建設を記念して運行された、臨時列車キ田鍋ナ駅、1986年1986年、公的年金を原資として122億円をかけて建設。ホテルをはじめ、キャンプ場やスポーツ施設などを備えていた。隣接して、 国民年金健康保養センター熊野寺が所在した。しかし、資金難から2003年3月末をもって運営停止。政府がグリーンピア全施設を廃止、売却することを決定したため、2005年7月に那智勝浦町、大寺町へ譲渡された。2011年には台風12号の被害を受けた住民向けに避難所として一時使用されていた。 2016年10月、日本芸類研究所が、跡地に芸類研究所を2021年までに設置することで、大地町と合意した。2021年5月現在、大地町が所有する跡地は、スポーツ施設、避難大規模年金保養基地跡地として活用されている。保坂信人は、衆議院議員時代、2007年に、那智勝浦町が中国系、 ペーパーカンパニーのボアオと2回、都市広経済産業大臣室で賃貸借契約を交わした。その後、別荘地として開発するとされたまま、実体のないペーパーカンパニーにより放置されていると問題視した。保坂は2009年にも厚生労働委員会でグリーンピア南紀の跡地開発問題について質問した。グリーンピアの施設売却に際しては条件として 公共利用と10年間の転売禁止が義務付けられていた。しかしグリーンピア南紀の跡地は賃貸契約終了後の2015年に無償で業者へ譲渡されるという異例の契約となっていたため地元で批判が高まった。那智勝浦町議会は契約撤回へと動き2007年11月1日の町議会特別委員会で中村章次郎町長から 新貸借契約を解除する話し合いがまとまったことが報告された。これに対し、ボアは町を相手取り2億8000万円の保証を求めて東京簡易裁判所に民事調停を申し立てた。町は1億7000万円で調停に合意し、町議会の臨時議会で補正予算が可決。ボアは初期投資額に加え、初費用と950万円の解決金を上乗せして、 町民の税金から回収するという事態となった。その後、機内大規模年金保養基地利活用、検討委員会は、跡地の開発を委託する業者を公募。大阪市の2社と、和歌山市、新宮市、三重県松阪市の各1社から応募があったが、大阪市と新宮市の1社は後に辞退し、和歌山市の運輸建設用、港組1社に絞ったものの最終決定はしなかった。 ことを地元紙のキーミンポが報じた。ありがとうございます。